はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきあみです。今日はプレイステーション2版機動戦士ガンダム戦記ロスオークロニクルズジオン軍編第5回目やっていきましょう。まあ、おそらく連邦軍編と同じく第7回ぐらいまでやると思いますんで、あと少しですね、頑張ってやっていきたいと思います。はい、それではミッションの方確認していきましょう。ではミッションの方確認していきましょう。アフリカ核敷地物資集積所の防衛と集積物資およびギャロップ級陸戦艇の防衛となっております。それではブリーフィングの方も見ていきたいと思います。アフリカへと撤退した友軍部隊の受け入れ体制を準備中の物資集積所の一つが連邦軍に発見されてしまいました。現在鉱山跡の地下施設を部隊が潜伏可能なように回収中で、貴重な物資類は偽装テント内に集積され地上に放置、部隊の要となるギャロップも地上に停留中といった状態です。実際に受け入れる部隊が合流していないため、まともな防衛戦力はありません。敵に位置をつかまれてしまった以上、集積所自体は放棄することになりますが、数年にわたる潜伏のための物資を失うわけにはいきません。今回の任務は偽装テント内の物資コンテナとギャロップの防衛です。さあ、それでは編成の方は決まりました。味方さんにはドムトローペンとグフカスタム載せてあります。で、私自らはこちらハイゴック使ってみましょう。まあ、本当は砂漠なんでね、他の機体の方がいいんじゃないかっていうのもあったんですけど、まあやっぱ乗ってない機体乗ってみたいなってなったんで、これでいきます。モビルスーツ隊、出撃お願いします。敵部隊急接近、集積物資とギャロップを死守し敵攻撃部隊を殲滅してください。連邦のボヤたち、本当のモビルスーツ戦を教えてやるか。さあ行くぜ、ハイゴックの力を思い出させてやる。幸せ者だな。各機 V 体系にシフト。へいへい。さあ早速敵がいたぞ、正面に。左前方の警戒に移る。陸戦型のジムだな、まずは。さあミサイルは少しは当たってくれた。よしよし、いいよ、シールドアハイパー。マグレって怖いな。さあドムとローペンが頑張っている。リカスタムいい感じ。さあ私はちょっと補助をしよう。まずはヘビーアタック。ちょっとこっちからも来てる。さあこれは陸戦型のガンダムですね。これは面倒な。一気に接近して格闘に持ち込もう。それよし、当たった。しっかり格闘が入りました。これでかなりダメージ通ったね。俺に当てる。こちらジェイク。さあミサイルが当たって撃破。大将、敵機だ。こっちにもいるのか。これは避けられるか。こっちか。隙だらけだな。よし、狙うぜ。あら、外した。思ったより当たんないな。スペシャルアタック外しまった。逃がさない。よし、倒した。敵の増援が出現、警戒してください。いただきだ。そう、連邦がどんどん集積場を破壊してってる。おっと、ジムスナイパーが、あれもう倒しちゃった。あれ、よく見たら、え、なんか動物が走ってる。細かいとこまで表現されてるんですね。こんな意外、びっくりした。まずいまずいまずい。ギャロップのところにみんな行った。そう、やらせるか。さっきジムスナイパーは片付けたから、ある程度は大丈夫だと思うけど。こちらガーキー。よし、オッケー。逃がさない逃がさない。ヘビーアタックで接近したけどダメか。よし、オッケー。ガードして逃げる。やらせるかよ。さあミサイルちょっと前行ってと。
ミサイルが至近距離だと全く当たんない。およし、行け行け。あと1機かな、あれか。とりあえず当面はこれを倒せば OK なはず。よし、ミサイルぶっ刺さった。よし、OK。 うわ、危ねえ。敵機だ。あ、これは面倒。ジムスナイパーじゃないか。スナイパーは先に倒す。よし、これで片付いた。こちらジェイク。よし、これで決まりだ。俺は避けられるか。さあ、あと一機しっかり仕留めて終わりだぞ。ヘビーアタックからの格闘。よし、さすがです、隊長。綺麗に決まりましたね。ちょっと残骸があるせいか格好が決まらない。全部隊撤収します。あ、 S ラン取れてる。やったやった。お疲れ様でした。すごい戦果ですよ。なんだか少し希望が湧いてきました。ありがとう。すっごいね。あんな風に戦える人初めて見たよ。へっ、憧れちゃうな。正直驚きました。本国にもきちんと報告しておきますね。新しいモビルスーツが配備されました。次の作戦から出撃可能です。少々無理を言って最新の装備を回してもらいました。私の行為無駄にしないでね。あ、隊長さん。メイはいつだって隊長さんが怪我しないようにって頑張ってるんだよ。ご褒美期待してるからね。君の活躍は本国まで届いているぞ。君こそ選ばれし民であるジオン国民の中でもとびきりの逸材だな。ますますの活躍に期待する。ジーク・ジオン。さあ、それではね、ミッションの方をクリアして、まあ好感度も上がってきたのかな。メイちゃんの、ムービーの方も見れましたし、新しい最新鋭の機体もなんか回ってきたって言ってましたね。よし、それを使って、今回最後のミッションはキャリフォルニアベース、こちらをやっていきましょう。今回も防衛ですね。現在キャリフォルニアベースにて宇宙脱出の最終便であるザンジバルが発進準備を進めています。しかし連邦軍によるキャリフォルニアベース奪還作戦が予想より早く開始され、基地は戦場と化してしまいました。連邦軍はかなりの戦力を基地中枢部攻略に投入しているため、我が方はザンジバルの護衛に戦力を割けない状況にあります。今回の任務はザンジバルの発進支援です。なるべく敵をザンジバルの周辺に近づけないよう先手先手で迎撃するようにしてください。さあ、今回最後のミッションを飾るのはこちら、最新鋭の機体ですね。いやー、ゲルググがついに手に入りました。隊長機だけ、私の機体だけちょっとカラーを変えるねコマンド入れましたんで、どんな色になるかちょっとそこも含めて楽しみです。やっていきましょう。モビルスーツ隊、出撃お願いします。ザンジバルは発進準備に手間取っている模様です。さあ、守らなきゃいけないザンジバルは正面で、味方さんは陸戦型のゲルググ、カラーは私の方を変更したことで通常のゲルググになってますね。よし、やっていこう。敵はこっちからだな。右からもなんか来てるけど、右は遠いので先に左側から迎撃。さあ、連邦にジオンのビーム兵器の威力をね、味わわせてやりましょう。逃がさない。よし、シールド破壊。
で、サブの方は腕のグレネードか。よし、あと1撃。よし、倒した。すげえ高性能すぎるな、これ。威力十分。さあ、動きを止めて。眠らせてやる。外した。よし、後ろから撃って撃破。そうこう言ってるうちに右からのやつがもう追いついてきたな。早い。来やがった。さあ、砲台もいっぱいあるから、防衛としては十分な感じですね。さあ、近づけさせない。オッケーオッケー、この調子。上にもいるけど大丈夫。さあ、一気に接近して切りましょう。よし、オッケー。この辺でさよならだ。さあ潰してやるぜ。仕事なんでな。俺の手で。さあ格闘はそんな振ってこれないだろう。撤去消去。で正面にもいるし、結構同時に攻めてきたな。あんまり時間はかけられない。ここだ。よし当たった。オッケー、派手に減ったぞ。腕のグレネードもくれ。よし、撃破。いや、強いっすね。完全にあの連邦の時のガンダム乗ったような感じの雰囲気。防衛目標が攻撃されています。まずいわ。一気に結構接近できてる。こちらジェイク、敵発見。あれは早めに潰さないとまずい。俺に当てるか。やるじゃないか。よし、撃破。で、あとはこっち。これを早いとこ倒して、右からの来てるやつを迎撃しないとまずい。よしよしよし、かなり削れてる。腕のグレネード当たれ。よし、撃破。さあ着地をしっかり狙って。こちらジェイク。よし、味方の火力がすごいな。集中砲火だったな。さてこの辺にいるか。見つけた。まずはグレネード。よしよしよしよ。雑魚がいくら出てきてもヘビーアタックからカット。あら、撤去消去。倒してくれた。俺の手で眠らせてやる。さあこれでほぼ敵は片付いたかな。あと3機向こうから来ている。さあ、あと3機頑張って潰していきましょう。味方さんと連動して、おすごい、蜂の巣じゃないか。危ない危ない、ガードを固めておいてよかったぜ。ソラン逃がさない。こちらガーキー、敵開け。あー、ヘビーアタック外れちゃった。外れた時は結構隙だらけになっちゃうからな。さあ狙い撃つぜ。こっちを見ていない。ソラン倒した。最大火力のビームライフル味わってもらったな。下手な鉄砲も数じゃ当たるってな。逃がさない。さあ自ら来てくれるとありがたい。格闘に持ち込んでやろう。あら、倒してる。あ、向こうからまだ来てる。結構しつこいな。ザンジバルの方にもう迷わず向かっていってるな。まあその分倒しやすいって感じだな、数いるけど。よし、大丈夫。これであと一発かな。よし、オッケー。おっと、やってくれるじゃないか。おいおい、まだやろうってのか。本当に懲りない坊やたちですね、ガースキーさん。ほら、腹外した。よしよし、頼む頼む味方、どんどん撃ってくれ。隊長機、被弾。あらあらら、結構減った。撤去消去。隊長。そう、隊長機の腕っていうか肩がもうひどいことになってる。よし、倒した。展開していた敵逃がさない。これでザンジバルは安全に発進できますね。ふう、腕が壊れてえらいことになったな。全部隊撤収します。肩もなんか痛々しい。よし、でも S ラン。お疲れ様でした。すごい戦果ですよ。なんだか少し希望が湧いてきました。ありがとう。
すっごいね。あんな風に戦える人初めて見たよ。へっ、憧れちゃうな。正直驚きました。本国にもきちんと報告しておきますね。新しいモビルスーツが配備されました。次の作戦から出撃可能です。敵からのロックオンが識別できるようになりました。インジケーター上でお知らせしますので、戦闘に役立ててください。上層部から特殊任務への参加要請が来ています。危険を伴いますが、やる価値はあると思います。あなたの昇進が決定しました。おめでとうございます。ザクを指揮官用にカスタマイズした機体をそちらに回す。私のお下がりだが、まだまだ十分戦えるはずだ。この戦い、ジオンは負けるだろう。しかし、我々の戦いはまだまだ続く。君には今以上に無理な作戦を実行してもらうことになるだろう。すまんが、これからも力を貸してくれ。はい、というわけで、いつも通りの、ここのミッション終わるとエンディングが流れるんですよね。はい、というわけでここちょっとカットしますね。はい、それでは本日はアフリカ核基地、キャリフォルニアベースの方をクリアしてきました。両方とも S ランということで、まあ、高性能機体のおかげで助けられたという感じです。いや、それにしてもゲルググがめちゃくちゃ強かったな。完全に連邦の時のガンダムに乗ったような気分でした。すげえ強かったです。で、新しい4ミッションが追加されて、次回以降はキャリフォルニアベース、そしてジオン射爆場で、北極基地にトリントン、この4つということで、あと2回で終わると思いますんでね、やっていきましょう。はい、というわけで本日はね、メイちゃんの好感度アップした時に見られるムービーも見れたし、シャアから新しい機体というか、機体ザクかな、回してもらったのかな。あとはまあ次回あたりはジェーンさんの好感度も上がってると思うんで、おそらくジェーンさんのムービーも見て、最後の、最終回までにはまあうまいことを S ランみんな撮って好感度も上げて、ムービーの方全員のやつ、女性陣のやつとか見られるようにね、やっていきたいと思います。はい、というわけで今回ここまでにします。次回は、こちらのキャリフォルニアベース、そのまま徹底抗戦というミッションになりますんで、まあ、次回ここからやっていきたいと思います。それでは皆さん、またよかったら見に行ってくれると嬉しいです。それでは失礼します。